はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ、第235回でございます。今回は10年後の小さな恩返しというテーマで喋っていきます。なのでね、よかったら最後までお付き合いください。では、早速ね、話していきたいとこなんですけど、今回ね、表紙をさ、ちょっとこう桜が舞ってる雰囲気出したくって、なんかピンクのぐるぐるみたいなのいっぱい書いたんですけど、ほぼ映ってなかったね。まあみんな、なんか汚れてるぞって思うかもしんないけど、それ桜なんだ。はい、じゃあ行きましょう。ということで、この前ですね、4月の2日に、ちょっとちっちゃいオフ会みたいのを自分名古屋でやらせてもらったんですね。まずね、そこに来ていただいた方、本当ありがとうございました。あと応募いただいた方もね、ありがとうございます。で、それが終わった後にですね、自分が社会人1年目、その大学を卒業して最初に自分営業マンをやってたんですよ。で、その後に塾講師になって、で、独立して、今、まあ、YouTube やったりとか、自営業でね、まあ、働いたりしてるわけなんですけど、その1年目の営業マンやってる時の上司ですね、まあ、所長です、トップです、その自分がいたところの。トップの方と、久々にちょっと連絡を取ってですね、まあ、お酒を飲みながら話をさせてもらったんですよ。3時間ぐらいかな、大体。そうそう。名古屋にね、住んでらっしゃるのを知ってたんで、そう、誘ってね、行ったんですよ。で、まあ、それについてちょっと話していきたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとことの経緯を話していくと、まあ、自分1年目その営業マンの会社行って、まあ、学生上がりだったしね、もう本当に、本当にクソ生意気だったんですよ。まあ、クソ生意気というか、で、そのね、まあ、今はさ、もうブラック企業って言われちゃうから、そんなことは全然ないんだけど、まあ、うちらの、俺が働いてた当時は、なかなか、すごくって、その会社。そうそう。前も話したけど、日付超えるまで、なんだ、練習して、まあ、帰るのが2時とか3時になったりとかする時もあったし、で、そのまま、帰って、また仕事の準備して、風呂入って、すぐ寝て、すぐ起きて、会社に行くみたいな生活を結構してたんですよね。うん。で、その時の、まあ、所長、トップだったし、で、なんか班がさ、分けられてて、所長班とか、その、すごい、なんだろう、先輩方がいらっしゃって、その先輩の班みたいなのがあったわけよ。で、自分は所長の班だったから、本当に直で、なんだろう、面倒を見てもらってたの。そう。で、いろんなね、ことを教えてもらったり、たくさん怒られたし、そう。ちょっと褒められたし、みたいな感じで。自分はドクターストップがかかっちゃったんで、10ヶ月も持ってないか、6、7、8ヶ月ぐらいかな、7、8ヶ月ぐらいでね、営業マン辞めることになってしまったんですけど、まあ、本当にお世話になって。で、あの方に出会ってなければ、今の自分は絶対いないと思うぐらいに、人生が変わった、考え方が変わったんだよね。人としても変わったし。そう。で、当時自分が、3月で誕生日だったから22歳になってすぐに、まあ、就職したわけよね。大学卒業して。で、その時所長が29か30歳だった。本当に、若くして、めちゃくちゃ実力があって上に成り上がったっていうか、上がった人だったからさ。で、だから、まあ、30ぐらいね、だったんで、自分がね、その、なんだ、塾講師も辞めた時、まあ、営業も辞めた時もそうなんだけど、所長の年になった、つまり30代になってから、所長に絶対会いに行こうって決めてた、自分の中では。で、その時に、恥ずかしくない姿で、所長と出会って、その営業マンとしては、あんま数字というか成果は残せなかったの、自分は。でも、所長に面倒見てもらったおかげで、ここまで立派に頑張ってますって姿を見せたかった。どうしても。で、それが、まあ、その、塾講師辞めて、もう、今、YouTube やって、もうだいたい6年、丸6年になりますけど、なかなかね、名古屋に行く機会がなくて、でも今回ね、その、プチオフ会やるってのもあったんで、連絡取ったら、なんか予定入ってたらしいんだけど、その予定を変えてくれて、で、時間作ってくれてね、その、なんだろう。お酒を飲みに行くっていう流れになったわけよ。で、実際話してて、で、所長はまだ、自分が33だから、所長今41になったばっかりって言ってて、もう外見は全く変わらない。そう。お会いしたのはね、営業マンの時の、ちょっとね、表彰式みたいな、表彰された時にね、時にちょっと、その表彰式で会ったのはあったんですけど、でも、それでも何年ぶり ?8 年ぶりぐらいお会いしたし、まあ、ね、営業マンからはもう11年経ってるので、そう、すごい、こう、久々にね、お会いして、まあ、積もる話もあったわけですよ。でも、一応ね、こう、頑張ってる姿というか、まあ、YouTube のことも話したし、お前 YouTube やってんのかみたいな。半笑いで。そう、でも、動画、その場でね、飲み屋さんで見てくれて、大音量で流すんだよ。やめてください、所長みたいな。音ちっちゃくしてくださいみたいなことを話しながら、でも、お前頑張ってんじゃんって。で、登録者、あんまね、YouTube 普段見ない方なんだけど、そうそう。
こう、これぐらい見てもらって、登録者がこのぐらいあって、みたいな話をしてて、こう、すごい喜んでくれてっていうか、なんか、嬉しいというふうに言っていただいてね。そうそう。で、まあ、所長もさ、もちろんあれから11年経ってるから、あの当時はこうこうこうで、みたいな。で、今も違う会社の所長っていうか代表されてるんだけど、その方は。で、聞いてるともう全然違うわけ、当時と。俺らの時はもう本当に怖かったわけよ。あの、所長怒るから大丈夫かな。あのね、営業、今ないんだけど、営業外で回るじゃんか。で、終わった時にその現地でね、回って電話かけんの、所長に。こうこう、今日はこうこうこうでした、みたいな。で、話して、で、会社に戻って反省したり練習したりしてたんだけど、俺らの時は。で、電話した時にさ、その日、結果が一個もできてないと。全部ダメだったってなった時、めっちゃ怒られる、電話口で。そうそう、はぁみたいな。てか、普通だったからさ、そんな。絶対こいつ見返したろうみたいな思って働いてたけど。でも、それもなんか、今は全くそんなことなくて。そうそうそう、すごい優しいよね。めちゃくちゃ。で、まあ、根がね、めちゃくちゃ優しいんですよ、所長。そう。ただ、その、まあ、所長も言ってたけど、まだ若かったし、そういうちょっとこう、まあ、恐怖支配じゃないけど、こう、なんだろう、怖いっていうところを見せて、奮起させるみたいなのしかなかったから、悪かったな、みたいな話もされてて、でも自分はきっとそれをしてくださってたから、で、なんだろう、期待してくれてるのもしっかりこっちは受け取って分かってたし、だからこそ、この人に、なんだろうな、なんでここまでしてもらったんだったら絶対に成果出さなきゃって思ってやってたんだけど、まあそんなことも話してさ、で、まあ喜んでくれてよかったっていう感じだったわけですよ。そう。でね、まあなんでこの話を今回したかっていうと、まあ社会人、まあこれからね、新しい生活、新社会人になった方もいれば、新生活、大学生になったり、高校生になったり、中学生になったりっていう方もいて、まあまだ始まってちょっとだからさ、不安の方が結構大きいと思うわけよ。で、特に新社会人の方なんていうのは、もうね、生活が変わりすぎちゃって、働くってほんと大変だからね、変わりすぎちゃって、いろいろ考えることもあると思うんだけど、やっぱりこうやって、俺も当時はすぐ辛かったよ。毎日毎日怒られるし。だって営業ってさ、現地でピンポンして回るの。俺一軒一軒ピンポンして回る仕事してたんだけど、ピンポンしただけで怒られるわけよ。無視なんて普通だし。そう。で、例えばね、夏のさ、夕方5時か4時ぐらいよ。明るいでしょ？ 5 時4時なんて。ピンポーンって押すじゃん。なんだと思ってんなーみたいな。怒られんだよ。めちゃくちゃ。そんなん、毎日だからそんなんが。で、まあ、そんなんやっててさ、うわ、マジしんどい、マジしんどいと思うのがやってたけど、でもこうやって振り返れば、やっぱ笑い話になるし、そっから得られるもの。人っていうのは、その環境で何を得ようとするか、自分次第でいくらでも変わるからさ。だから、社会人になりたくないなとか、大人になりたくないなっていう学生の子もいると思う。俺もそうだったし。でもね、悪くないよ。社会人、働きに出る、大人になるって悪くない。てか、俺はいいと思う、すごく。っていうのをね、ちょっと伝えたかった。俺の中では。で、今回、まあ、所長に会ってさ、話をして、まあ、まだね、まだまだ、もう所長なんてさ、話を聞いてると全然違うわけ、レベルが。だって、まあ代表しててさ、こう新規立ち上げしたと、会社。で、1年目は従業員7人から始めたんだって。で、売り上げが何千万しかなくって、って。でも翌年は、1億になって、その時次3億なってみたいな話をしていくわけよ、売り上げが。もう次元が違うの。で、最初7人で始めた会社が今何だっけ ?130 人ぐらい社員みたいな。ああ、もうすげえ、みたいな。もうね、全然違う。そう。で、もちろん、まあ、俺、YouTuber の友達、全然多くないけど、コラボした方も全然いないし、でもさ、はじめさんとか、花尾さんとか合わせてもらって、もちろんすごいわけ。すごいと思う。そう。ね。思うけど、でもやっぱり違うんだよね。それは、どっちがすごいってわけじゃないんだけど、やっぱり社会で働いてて、会社の中で働いてる、そこで成果を出す人ってのは、いい意味で、やっぱりものすごいぶっ飛んでるし、だから、俺はね、なんか、こう、別に、独立してみんながね、好きなこと、例えば YouTube で食っていく、もしかしてここの聞いてる中の方で出てくるかもしんない。いい、それも全然いい。一つの道として、OK なんだけど。でもやっぱ社会に出るっていうことが、なんか悪いイメージが強かったりすると思うんで、そんなことねえよっていうのをね、伝えたかった。まあ、俺もね、自分で言うのもあれですけど、それなりにやっぱ努力してきたんで、この11年ぐらい、いろんなことはあったしね。あったけど、だから、みんなが、これからまあ、大人になるとかさ、社会に出ていくとかいうことに関してどう思うかわからないけど、まあ、そうやってね、社会に出てって楽しんでる人もいるよっていう、このところはちょっと見せたかったかなと思って、今回ね、この話をしました。はい。でね、その所長がね、まあ、お酒入ってたからもしんないけど、俺も YouTube 出してくれよって言ってくれたんで、もしかしたらいつか今度、まあ、いつ今度結構まだ先だろうけど、名古屋行った時に、今回ね、お店だったんで、お店の許可取ってないんでね、カメラ回せなかったんですけど、
まあ、もしかしたら、いつか、所長とね、まあ、そんな、まあ、話、俺の過去の話とかさ、まあ、ビジネス対談じゃないけど、そういうビジネス論とかお話しした動画を、まあ、上げれても面白いかなとは思うの。まあ、学生だからね、ビジネス論を話しても響かないとかもしんないけど、でも、俺はすごい素敵な、ね、本当に尊敬する方なんで、その方。まあ、そんなもいつか撮れたらいいなとは思いますが、まあ、ひとまずは今回、こんな話をさせていただきました。で、なんかおまけみたいになっちゃって申し訳ないんですけど、本当にね、プチオフ会の方、青会の方ね、来ていただいた皆様ありがとうございました。コミュ障なんでね、本当に申し訳ないんですけど、なかなか話触れなくって。でもね、こう、一緒に写真撮ったりとか、まあ、ね、生意気ながらこう、サイン書かせてもらったりとか、本当に、会えて嬉しいですってね、ね、涙流してくれたりとか。本当にこっちがね、もう元気もらってばっかりで申し訳ないんですけど、また違うところ、次はね、どこ行くかまだ決まってないんですけど、またどっかでやるときあれば、まあ、ぜひ、よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、まとまりきらなくて申し訳なかったんですが、今回は、ハイチのダラダラジオ第235回、10年後の小さな恩返しというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいてありがとうございました。はい。では次回、またね、何か話していきますので、もしよかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。